はい、ポケモンプラチナの実況でございます。では早速やっていきましょう。しバレないようになんだろうこの左の階段。ちょこれ岩肌がゴツゴツしてる。ポケモン技で移動できるかな。へえ、やばいよいしょ。では行きましょう。あーこれ絶対だー。なんかいい方法ないかな。そういえばこういうの持ってるんで、バトルサーチャーっていうの持ってまして、あやっぱダメだ何をしようとしてんだって感じだよね。ガハハ、子供の君が大人の死にかなうか。大人げーな、情けねどう見てもただの引きニートにしか思えないんだけど。不老者？このスパークが強いんだよね。あ、そうでもなかったわそうでもなかった。あー、全然ダメ。ノーマル系はあんまり良くないね。何？逃げられないだって。ポニータさんチェンジ。ん？パジリスを戻せないだって。そうなの？で、スパークで攻撃するしかないか。よし。まだ移動できないのかな。よし、なあ、高かった。めっちゃ地味だった。大の大人越しが子供の首にかなかった。だって。だから無職なんだよ。警察に捕まりそうだね。なんだろう。PP8。おっと、ダメだね。草か。お、なんかあるね。あ。看板がある。2つ。こっちは何だろう。お得な掲示板。木の実埋められる土の色は黒っぽい時は水がたっぷりということです。それ以外の色時は浄瑠璃で水をあげましょう。だって。へえ、私には関係ないねサボテンがある。ズルの実見かけたたびに取ってるけど、ほとんど使う機会がないですね。パイルの実だって。ここは何だろう。入ってみようか。失礼します。自転車で突入わしをみんなから木の実じいさんと呼ばれています。木の実の素晴らしさを伝えたくて毎日配っているのです。孫の実。へえ、綺麗だね。嘘。君と私と素晴らしい勝負のシーンを描こうではありませんか。何言ってんだこいつ。芸術家の元踏み。暇そうだね。ねえこれ、頭の上になんかついてる。言っちゃいけないけど。なになに？電光石火覚えたなんて。おお、やったね。166経験値。嘘8、なんか聞いたことある。
よし、麻痺。よし、倒した。うっそーってことで、145経験値。よし、960円ゲット。結構お金も貯まってきたんじゃないかな。お、なんかおばあさんいる。なんだ、このスネちゃまのお母さんみたいなの。吉田がスティといえばポケモンブースですと、私も自慢のポケモンチって新作しますのよ。だって、何言ってんだこいつ。へぇ、暮らしたい街らん。ランキング毎年ナンバーワンだって。へぇ。そうなんだ。北千住とかそっち、そういう系？あ、こっちはなんだろう。もういっか。え？なにこれ？よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったら、ミミロちゃんどこまで逃げてたか。モンスターボールに戻ってね。召喚された。お礼をするか、絶対コンテスト会場に来てね。コンテスト会場？まあいいや、別に。ねえ、住みたい街ランキング1位だって。そんな住みたい？これは何？あ、なんか入っちゃった。こんにちは、テレビことぶきのインタビューです。どうなんだろう。パチリス、いい感じですね。なんかの詐欺かな。一言。なんだろう。いいえ。どうやって選ぶの？決定、あっちが、いいえ。あ、こうか。え？どうやって操作するの？これ。え？あーで。なにこれ？あーん。あーんってなんやねん。あげはの朝な。あ、なにこれ。なんだろう、アルバイト。何そのアルバイトさせてるみたいな。なんだろうね。なんだろう。社畜とかないの？グループモードだって、ポケモン。ああ、名前か。なんだろう。こっちは何がある？ナイトルニャルマ。パチリスって一言。パチリス。外事かよ。パチリス。これでいいんじゃない？パチリスについて一言って言ったらパチリスって答える外事いるかな？テレビ番組で放送しますだって。やっぱ、テレビで放送されちゃうウケる。おじいさん誰？はい、どうもー。私がポケモン大好きクラブ会長です。あなたポケモン可愛がるときどうしてますか？別に可愛いとは思うんだけど。ポケモンを食べさせております。なぜならば、ポケモンを食べさせることで愛情を伝えられるからです。おぉ、例えば辛いポケモンを食べること、今度はそのかっこよさが食べる前よりもアップします。なんかよくわかんないけど、ポケモンケースをもらいました。知らないことが増えていくね。まあ別にやんなくてもストーリー上問題ないでしょう。ここは何？ポフィン料理ハウス。で、入ってみる。あら、可愛らしいの服。あれさっきの人、この人、違うか。あ、違うわ。ん？どうすればいいんだろう。木の実を利用してポケモンを作ることができます。これでいいのかな？みんなでやろうよ、せっかくなら。一人は嫌だよ。よくわかんないけど、どんどん進んでいくよ。
みんなで話し合って一人グループのリプ。ワイヤレス？ワイヤレスか。誰も持ってないそんなの。おお。なんだろう、ポフィーの材料、ポケモンに使ったり持ってたりと麻痺を回復する。どれにする？一番多いのでいいか。これでいいか。俺の実。な、これ。なにこれ。これ下画面映さなきゃいけないやつじゃないですか。よいしょ。よいしょ。すいません。早いだって。この野郎はうるさい。好きなようにやらせてくれよ。こっちに回せだって。どう、別に焦げたっていいじゃん。こぼれたっていいじゃん。自分が食べるんじゃないんだし。もう命令系とか嫌だな。二度とやらない。なんでゲームごときでそんなストレス溜まっちゃうんだろう。指示中は嫌いなの。よいしょ。美味しそうじゃん。ねえ。なんかカビっぽいけど。おお、できた。こぼしたカス1回、焦がしたカス2回。はーい。もういいです。やりません。料理したくなったらまたどうぞ。多分もう一生しないと思う。あ、またいる。なんだろう。あ、いいですよ。早速、ポフィンを作り終えた今の気持ち一言でお願いします。さっきがあれだったからもうこれに限ると思うんだけど。あるかな？あった。そのまんま。さすが外事。聞かれたこの言葉はそのまま返すから。あ、何これ。教会かな？教会だ。こんにちは。物質と精神。どちらが勝ちすぎても、どちらが負けてもよくないの。大事な釣り合い、バランスが取れていることなの。へぇ。特に意味はなさそう。ね。こんにちは。心を見ることはできない。だから不安になる。だが見ることができないものを縛り付けるなんて誰もできない。あ、そう。深いね。宗教とかよくわかんないから、私にはこういうのは関わらないでおこう。おう、ポケモンセンターか。あ、パチリスじゃん。キューキュー。そんなこと言ってねえよ。パチリスと一緒にフレア広場で歩いていたら、ポケモンの羽を拾いましたよ。へえ。こっちは？なにこれ？ポケモンフレア広場西ゲートだって。あ、結構かわいい。今度行こう。時間がね、今あんまないから。いいや。あ、これはコンステスト会場。でっかいね。コンステストのためにある街みたいな感じじゃん。あ、なんかいる。誰？おっさん。あ、ストレーナー。ここに来たってことはジムトレーニング挑戦だな。だがな、本当に申し訳ないんだが、それは無理な話なんだな。聞きたいだろうから先に答えちゃうと、ジムリーダーがいないからだ。何？あ、コンテスト会場にいるんだって。やらせんのか、結局。やる気ないのに。やらせは嫌い。あ、さっきのミーミーだって。なんちゅう名前やねん。あら、ポプーラー。あら、お母さん。なんでいんの、そんなところに。あなた、あやこさんのお子さん？あやこさん。いや、うちの親はあやこさんって名前じゃないんですけど。てか、母親いないし。じゃあ、コンテストすごいかも。さあ、どうかな。ポプーラーとコンテストのこと話したこととかないもんね。それ、あなたたち知り合いなの？そうだった。さっきのお礼、このアクセサリー待ってね。キラキラパウダーだって。へえ。すごい髪型の人右にいるね。踊れたポプーラ。ママ、退屈でよそがに遊びに来たらあなたがいるようなもの。こっちがずれちゃった。なに、コンテストでのポケモンをめかしするのにあなたがいつも通りじゃダメよ。タキシードだって。そんなの持ってんのかよ。きっと似合うわよ。だってママがいらんなもの。すごい、無料でもらえるなんて。
ネットで売ろうぜ。誰あんた。あらなんですか。コンテストですか。楽しんでくださいね。あら、この人がジムリーダーメリッサさん。ええー、武道かと思った。失礼。すごく強いそうです。それって私のことですけど。あなた強そうですね。わかりました。自分で待ってます。あ、別にコンテストじゃなくていい感じか。なんだ。騙されちゃいかんせん。はい、というわけで本日はこんなところで終わりたいと思います。そうだよね。多分時間だよね、今。はい、というわけで本日は短いですが、こんなところで終わりたいと思います。次回はジムリーダー戦かな？で、時間があったらフレア広場やりたいけど、ジムリーダーどんだけ強いかちょっとわかんないもんね。ちょっと心配ですが、行っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。